丈夫です、増えました。キャラクターでリベンジャーズの中で、まあ、こうだ脇さんから見て、はい、男子キャラクターとかで、まあ、女性キャラクターでもいいんですけど、一番こう好きなキャラクターとか。竹道は外そう、外しましょう、竹道はずるい。なんか前も前とこで竹道はずるい、俺いろんなインタビュー意外と脇くんのやつ見てるけど、はい、最終的にバジさんから竹道に言ったっていうのは俺読んだからそうなんですよね。そうだからもうそこは外そう、だからもうバジと竹道はダメ、バジもダメ、竹もダメですか。じゃあもうだってさ、一回モテてんだもんあいつらダメだよ。どうしよう、他の人たちにもスポットライトをください。そうですね、と人間性だとか、ね、ミックスでもいいです、まあ、いろいろだってさっき言ってくれたじゃん、どの人たちもかっこよくて魅力的だって言って、はい、そんなね、まさかね人に2人で終わるわけねえなみんな魅力的な人たちばっかりですよ、いっぱいいるんですよ。やっぱ一番最初に原作を読んだ時は正直、うん、あマイキーイケメンだなって思ったんですよ。あ、はい、なるほどね。でもこうアフレコを進んでいくにつれ、あ竹道くん、バジくん、あいいキャラクターだなー、で一番はもう竹道くんはもう揺るがないんですけど、まあまあそこはね変わらないけれども、そうですね。でもドラケンもすごい好きで、持って言う持ってなんでさ、いや分かってた、もうなんかねそのマイキーから流れがあって、バジも流れがあって、竹道くん一番っていうところで、まあそろそろ俺の名前は出てこうへんな、出てくるだろうなと思いました。いや出てくるだろうなじゃないの、もう俺はこれはもうねベンチですよベンチ、俺温めとくよ、俺みんなのために席温めとく、分かってるよ大丈夫、あのアフレコの席ずっと温めとくよ、めちゃめちゃ温めとく、脇くんがいつ座ってもあったかいように俺温めとくいつそうなってもいいようにって、ね、いつそうなってもいいように、そうやって俺お世話するわ。いや注目するんだぜ。いじけてるいじけてるね。一番そうそう今はねもう竹道竹道で一押しです。一押しですよ。いいですね。バジル。はい。まあ両方とも出るからもう本当もうご褒美だよな。メインディッシュとデザート全部出てくるんだ。出て全部出てくる。最高じゃない。いやドラケンもかっこいいですか。持って言うな。持って言うな。ドラケンもかっこいいですからね。もうじゃないの。もうやだろドラケンがかっこいいから誰かの一番になりたいこれなんてエマちゃんがいますから、そうやな、はい、そうですね。でも俺がゲストの時に内山くん来てくれへん、俺が慢性パーソナリティの時に内山くん来てくれへん、来てくれへんかった。じゃあ竹下さんもゲストでそうだな、来れば内山くん来た時に、ね、そうですね、その良さをね聞こう、はい、はい、それを聞こう、それをたくさん聞いてどうしよう、それでドラケンじゃないってなったら、うん、そしたら俺多分ね泣くワンワンに泣くわこの以上春日井ガラスのことづけでした。いや